皆さんこんにちは。福井県立大学経済学部の経済学部長広瀬です。本日はウェブ版のオープンキャンパスの動画をご覧いただきましてありがとうございます。福井県立大学経済学部での学びの仕掛け、特徴、あるいは各学科のカリキュラムについては別に動画を用意してありますので、ぜひそちらをご覧になってください。ここでは大学で経済学、経営学を学ぶという意義について考えてみたいと思います。実はこの答え、それほど簡単に出るわけではないんですね。例えばこの動画をご覧になっている皆さんの中でですね、生まれてこの方一度も経済活動に関わったことがないという人はいないと思います。例えばスーパーでリンゴを買う、あるいはスマートフォンでサブスクリプションで動画を見る、これらは立派な経済活動ということになりますね。しかしこれらの経済活動をするときに経済学、経営学の知識がなかったからといって困った人はいませんよね。もっと言うとですね、経済の生産活動の中心になる企業の経営者の方たち、一度はこの方たちの中にはですね、大学で経済学あるいは経営学を学んだことがないという人は結構多いんです。経済活動の中枢を担う人たちに必要とされていないかもしれない専門知識、ちょっと不思議な気がしますね。そうすると大学で経済学や経営学学ぶ必要がないんじゃないか、そう思う人が出てくるかもしれません。しかし実際にはそうではないんですね。例えばこのリンゴ、放り投げると落ちてきますよね。これは万有引力の法則が働いているからです。この引力の法則についてもですね、皆さん生まれてからこの法則の下でですね、何度も目にしてきた現象だと思います。しかしこのように物が落ちてくるのを見たからといって力学がわかるとは皆さんほとんど言わないでしょう。このように例えば経済活動で言えばですね、価格の変動、取引、それを見たからといって経済活動すべてが分かったということにはなりませんね。ここに経済学、経営学を大学でしっかりと学ぶという意味が出てきます。ここで参考にですね、イギリスの高名な経済学者ケインズという人の言葉を少し見てみたいと思います。経済学の研究には何らかの人並み外れて高次な専門的資質が必要とされるようには見えない。それは知的見地から言って哲学や純粋科学などのより高級な部門に比べると甚だ平易な学科ではあるまいか。彼はある程度まで数学者で歴史家で政治家で哲学者でなければならない。彼は記号もわかるし言葉も話さなければならない。彼は普遍的な見地から特殊を考察し、抽象と具体と同じ思考の動きの中で取り扱わなければならない。彼は未来の目的のために過去に照らして現在を研究しなければならない。人間の性質や制度のどんな部分も全く彼の関心の外にあってはならない。彼はその気構えにおいて目的意識に富むと同時に公平無視でなければならず、芸術家のように挑戦として精錬、しかも時には政治家のように世俗に接近していなければならない。このように経済学、経営学という学問は幅広い常識をバランスよく兼ね備えることが求められている学問といえます。この動画をご覧になっている方が高校生だったら、高校で学んだ現代社会、これは学年によっては公共という科目の場合もありますが、例えば政治経済、倫理、地理、世界史、日本史、そして国語、場合によっては理系の科目とされる物理、化学、生物、地学、こういった知識が幅広く求められるということになります。逆に言うと、これまで学んだこういった知識が全て無駄なく使われる、これが経済学、経営学ということになります。こうした知識を自分なりに総合整理していく力、これが経済学部で4年間学ぶと身につくと思います。これだけ頑張って4年間経済学部で勉強すると、社会に出るときには立派なですね、判断力を兼ね備えた人になるというふうに信じています。